はい、今回はこれね、濃厚の、ロートじゃないんだ、これどこの会社だったっけな。1000円ちょっとぐらいするもんなんですけども、まあ、メガネのやつもね、メガネじゃねえや、クールティア12っていう、クールティア V12 っていうのがあったんで、まあ、買ってきたんですけど、まあ、目薬もいろんな種類があるみたいですね。パソコン用だとか、ドライブ用だとか、いろんなのがあるんだけど、キューリティングメディオ株式、知らないな、この間、キューリリンメディオ、メディオ、知らない会社だな、これな。ロートとかじゃないしね、富山にある会社みたいなね、まあ、富山ってあれですからね、富山の薬売りってのが昔、江戸時代にあったぐらいですから、薬を売り歩いてる人がいたんですよ。まあ、今で言うとネットみたいな感覚だよね。でそれで通販みたいな感覚で売り歩いてさ、で呼んだ薬をこう売ってた人がいたんだけど、ほら、まあ富山の薬だからそういう点で安心だと思うんですよ。こうやってあるでしょ。ではね、ちょっと試してみてください。どんな感じか、洗浄といくらなんだろう。うん、メロン疲れとかに効くらしいんだけど、なんだろうな、この爽やかな感じだね。さーっときて、そんなしみるっていうわけじゃないね、これね。なんか目薬じゃしみるやつがあるんだけどさ、これそんな強いしみとかるとかないね。うん、これはこんな強いしみるとかはないっすよ、これは。さーっとしてさ、すごく目にいいわ。なんだろう、さっぱりする。うん、やっぱり目薬ったら1000円しないやつだとすぐ効果なくなったりするんだけど、これはね、まあ人によっては多少違うってのもあるけども、これはいいわな。1000円以上して1394円ぐらいするのかな、なんだけど、まあ、1000円超えてるやつの方がいいね。確かに効果これ他のやつと違って大きいわ。うん、これはなかなかいいんじゃないかな、この V12 ってのは。これは長く効きそうな、うん、感じですね。うん、目の疲れとか充血とか、よく私ね、パソコンとかやって仕事でやってるから目が疲れたりとかね、充血、かゆみとかあってね、目やにとかもね出てきたりするんだけど、これはそれがあんまりなくていいなという感じのものです。これはいけるぞ。うん、これはなかなかグレートよ。うん、というわけでどうもありがとうございました。